正直君と怠慢でやるのは遠慮したいな。お姉さんの胸でお泣き。やっぱりこうやってお宝を見つけるのは楽しいな。最後の瞬間まで自分のままでいた。これが俺様の生き様、武士道ってやつだ。8回もその屈辱的な武言を口にしましたね。君と会えて一緒にいられて本当に良かった。私も頑張りますよ。